ニンジニアネットワーク。オフザピッチ。今日注目するのは第10節八戸戦で愛媛初ゴールを決めた大沢智也選手19歳。さっきの練習でちょっと気になったんですけど、であのピンクの置物、あれ好きなんですか？あ、そういうことですね。より結構寄りかかってますよ、ね、なんかわかんないです、癖ですかね。なんか落ち着くっすね、やっぱり。なんかずっとこうやってかけちゃうからでもそんな意識したことなかったですね。なんかずっと一回離れてもすぐあの子のところに戻っていくって。うわ、恥ずかしい。なんか愛媛来ていかがですか？そうっすね、いや過ごしやすいっちゃ過ごしやすいっすね。やっぱまあでも一人暮らしが初めてなんで、自炊とか俺してるっすよ。自炊してますか？はい、嘘、私してないです。一人でちょっとご飯行くのちょっと無理なんで、まあでもゆくゆくは一人でカフェとか行けるようになったら、二十歳なんでやっぱ大人の貫禄を出していこうかな。大人の貫禄はカフェで出すんです。はい、カフェコーヒー、まあ飲めないですけど。大沢選手、フォワードとしての貫禄もお願いしますね。